でしく見えるこの格好はダメだっておくれっつごっレッツゴー,ツゴーそこに父親がいるとも思っている可能性もあるわけだピッカちゃん周り結構きついなどぎついな はい、どうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは、中二病でも恋がしたい。第7話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました。中二病でも恋がしたい。今回も楽しんでやっていこうと思います。相変わらずいろんなキャラクターが可愛く躍動している中二声なわけなんですけれども、えー、前回はですね、石木くんが女の子ランキングなんていうものをつけてしまったからにそれがバレ、完全に丸刈りにするという事態が起きましたけれども、大天使クミエルによって、まあなんか、うまいことまとま ったのかな森サマーのこのうまいことこうまとめてくれる力のおかげでまあなんとかはなったのかなっていうような感じでまあ前回のラストでね夏休みに入る時になんかりっかちゃんの元についてきてほしいみたいな話もあったりだとか結構いろいろとこう日常と青春を駆け抜けていっているこの中二声なので今回どうなっていくのかまた注目しながら中二病にこう花を咲かせていきたいと思いますはいというわけで楽しんでいきましょうそれでは見ていきましょうよーい さて夏休みあら森様あら石木くん完全に少年おあ、大天使く見えるこの格好はダメだっておか,おかしくなっちゃう人間が壊れる人間が壊れますこれそうね確かに完全にアイドルだな <laughs> あら完全に小学生ボーイあでも髪のびたじゃんあらそうですかあらてこもりおそうですあらすごいなサングラスかうんそうね確かに 偽様さてリッカちゃんどこ行く気なんだろうこれは何リッカと一緒に来てほしいこれ何なんだろう夏が来た夏休みなんかどっか行くのかなあこれはまさか平成アニメ名物 誰かしらの別荘で合宿パターンではないですか近所の人が近所の人がじゃないわ親戚が別荘として持ってるんだけど使わないからみんなで使っていいよって言われたから来ちゃったわみたいなこれは平成史を感じますいやーいいですねやっぱりうーんいいですね平成やっぱり平成はいいですねなんか羨ましいなっていう風に思いますねうーんやっぱり令和生まれからしたらねはい まあそんな感じでまあでもなんか仲良くなってるねみんなクミン先輩のあの格好はダメじゃないか人間が壊れるぞあれこのデコモリのこの守ってあげたくなるというかさなんかこのなん,なんだろうねこの絶妙な肥後欲をかきたてるデコモリの可愛さっていうのは何なんだろう 結局でも石木君も来てるってことは石木君入った感じなのかな軽音じゃなくて秘密結社にいいねクミン先輩の夏服が可愛すぎてあの目の毒なんですけど本当に完全に目が焼けそうになった今本当に僕みたいにすさんだ人間からしたら眩しい光というのは目を焼く太陽光と同じですやっぱりダークネスが一番だよね 僕も眼帯しなきゃいけないかもしれないと思いながらもさてあららららあらあダメ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 小さい文字読んじゃダメだね 確かに大丈夫かなデコモリ乗り物酔いってしんどいんだろうなでもこの手のあでも弱い人は起きるかこういうあらやば見とれている。 かわいすぎる大天使すぎるああこれまう、あ、犯罪イッシュがするわ <laughs> 目開くかとりあえずあらっ視線があやばいスクショ忘れました無防備すぎるなクミン先輩さてリッカちゃんなんか元気ないねそういやもうリッカって呼ぶようになってる 元々立花だったったかわいい元気ないねあらあらびっくりした起きてたんですかねえなんか 浮かない感じになってますけど大丈夫なんですか頭にカエルがあ <laughs> <laughs> 完全にやられてしまってるねえ痛い <laughs> ああそうなのうわ最悪 いっかちゃんうんあ実家かっていうかえかかったわけじゃないよねあっそんなそんなことがあってはならないあー脳が破壊されました僕。 恋愛関係の話は聞いたことないしな。まあ、でも。あるないね。<laughs> <laughs> まあまあまあ。メアドを見ればわかるからな。アドレス帳を見れば。美人すぎる。イケメンすぎるな。お警戒している。プリースですおクミン先輩。 うわすごいおばあ,あてかお母さんとかの話ってしてたっけいないんだっけあそうです海賊高校ですわあいず何そういうこと言うんだ おじいダークブラウンリキッとああ麦茶ねああいづらいのかあらー詰まります森マーからもらったものは全部詰まるんですこういう時って何て言ったらいいんだっけお口に合うか分かりませんかだっけ <laughs> <laughs> 多分手本がお母さんなんだろうなあら アハハハッ伝説の魔獣ですあら表出ろはいなんリッカちゃんまた閉じこもっちゃってるあーここにいるのがやで出てきたのかななんかいづらそうな雰囲気はあるね 何だろうなんか封印を盗聴と何何それ盗聴器 <laughs> <laughs> そうだろうねこんな危ないねえ何か。 おう敵の拠点連れてこられた。 まあ、居づらいから脱出したって感じなんだろうな。どうなんだろうな。あの一軒家だよね。一軒家からこっちに来たってこと、火事かなんかかな。 ねえあらあこれ水着会じゃないですかあレッツゴー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 ,ツゴーすごいな純白似合いってしかいないですああんまりダメだ見,見ちゃダメだよあんまりこういうのダメでいけよしあ完全に。 銃殺 <laughs> 目に返す痛いなおだダラランんかお腹にレズミ入ってないあんまりダメだよあのいたずら掘りとかしちゃ消えないからねマジックだよねマジかシャア専用地獄みたいな熱そう熱そう <laughs> やばいやば足の裏が焼ける早 <laughs> い、はい、一瞬でこう一瞬でこうあ寝てる気持ちよさそう海で寝るのってあ犬可愛い,いな森様あなんかミサイルケルベロスになってる三つ首の魔剣あ <laughs> いいね三下ゼリフあらなんだ紙ポイント C3 へバス停ほんとねお水着で何防犯パトロール <laughs> すごいな 乗ってそうねパーカーかぶせてあげよう焼けちゃうよんあ監視してるあらどこ行くの結局離して。 あ、はい、付き合います結婚を前提にあそうねちょっと見たいよね多分そうか抜け殻になっちゃってそこに入ってきたのが中二病の世界なのかなああっドッキャッシああい脳のが焼けた音がああそゃそうなるよねもう真っ黒になる なんか最近のアニメはあんまり <laughs> あ良よかった入れ墨じゃなかったんだちょっと安心した,いた,いた,いたい <laughs> あ痛い痛い痛いあやば背中に仲良しだなお互いそうかお父親だけお母さんは高梨の墓あ間違えた片梨の墓 3年うんうんあー病気だったってことそうかなるほどね受け入れたくないんだ分かってはいるけど。 あそうなの母方の実家なんだそうかうんあ,ーあーそこに そこに父親がいるとも思っている可能性もあるわけだその不可思議境界線を越えた先にでそれをあ,あなるほど父親と引き離すための拠点みたいな感じになってるんだなわすごいなあそうなんだレストラン あらー褒められるの慣れてないんですかトーカーさんかわいいお野菜ダメあチーズダメかあ乳製品ダメなのあんまりそういうこと言わないのあれそうなのあやばいしばかれる もうこうされる <laughs> え<ー>らい <laughs> まあそうねまあさすがに自分の作ったものをこう嫌いだからといって拒否されたらさすがにあれだからな押したくはなるさてまあよく見てあげるわけだそうかそうか現実を受け入れさせられる場所なんだなここは。 いつもでも受け入れたくないわけだ違うのかいそうかある種でも中二病は現実逃避の意思だもんねわこれよっいいね 出かけてるなあすがわあ <laughs> 言うた<笑><笑>そういう問題ん <laughs> おやばい痛い まさか罠、罠痛いドリフアタック <laughs> 痛いドリフアタックされたやべ来るぞそっちから上がってくるの <laughs> そ身体能力の鬼すぎるあら <laughs> わあやばいいい<お>さあ <laughs> 飛びあいてー一危ななに死ぬかもしれないお飛べにか <laughs> あら あ痛い,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 痛い、い大い大い大いナイスキャッチ。よし、深し境界線を見つけに行こう。あはは。いいんだよ、もう。満足いくまでやらせてあげよう。10キロって遠くないすーごい。 あーそう,うわーでもなんかもういろんなものが詰まってるなこれ見る限りだと偽様 <laughs> バカ盛りあー痛い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  うんあらお尻で会話をしてしまっているうん何が見えた でもなんかもうそうみんなとともに家もともとあった家かなはあ、え家残ってるの家。 あーやっぱり多分ああもう取り壊されちゃってるね売らないでほんとにまあそうなるなまあまあまあそうなるなうわー先回りしてきてるねついてきているでも はあ、いやーきついなーきついなーちょっとリッカちゃんの、きついなあ、りっちゃん周り結構きついなーどぎついなーいや、これもなんか、2010年代って感じがするなーなんか2010年代というか、この攻めてき方は、 いやあ、きっつい、これは。ゲロめーな、マジで。そうか。うわあ、でもさあ、お姉ちゃんもさあ、逃げられるだけ逃がしてあげるのもいいんじゃないかって思うけど、多分行き過ぎちゃう可能性があるっていうのも、な色々と思うんだろうな。多分昔から思い込みの強い子だったのかな。だからあんまり思い込ませないようにしたいわけだよな。 切り替え早くしないと多分沼に行っちゃうって感じもするけど。でも僕としてはもう現実逃避としてそうなってるなら、一旦満足いくまで現実逃避をさせてあげるっていうのが一番いいのかなとも思うけど難しいよな。やっぱり現実を見ろ、現実を見ろ、現実を見ろって言ってるけど、ゆうただけが受け入れてたっていうところもあるんだろうな。まあ中二病を否定はしてないもんな、ゆうたも。そういう時あるよねぐらいで。そうか。 やばいなアイデンティティのあ,あ次回へ続くのだまた見ますよ <music>、はい。というわけで見終わったわけなんですけれどもいやいいななんか面白いな。<laughs> 心を揺さぶってくる作品ですね、これね。前半戦でやっぱり進化ちゃんだったり、デコモリだったり、クミンさんだったりとか、もういろいろとね、いいキャラクターの輝きを見せてから、この影を引き立たせるっていうやり口がね。 またえげつないなーっていう感じがするななんか2010年代というか2000年代というかそういうなんか時期の作品って感じはすごいしますねこの作品からねやっぱり気軽なギャグに見えるようなところから思いもよらない影がこう出てくるっていうのはなんかやっぱりなんか特有な感じはしますよねなんか最近こういうのあんまり見てなかったから結構やっぱりパンチは強いっすね実はやばかったんですみたいな うわぁ、なかなか恐ろしいなっていうような感じがしますね。いやぁ、そうか。中二病の原点を探るとそうなるわけだな現実逃避。まぁ、あ、そうだよね。中二病って何が元になるかって言われたら現実逃避に近い部分があるわけで、その現実逃避のきっかけが父親の死っていうところで、母親出ていっちゃってんのか、やっぱり幸せが崩れて、さらに、こう、どん底な時に現実を見ろ、現実は見ろ、真面目にやれっていうような追い込み方をしているわけですね。 うーん。なんか、でも多分僕の中では絶対ユータと中二病のきっかけにユータは絶対関わってきていると思うから、その中でどうならなんかそこら辺は紐解かれないかなどうなんかないやー、絶対絡んでると思うんだよな。うん。人知れずこう、何自分でこう、グッて入った時に中二病で覚醒したとは、個人的にはあんまり思えないんですよね。本当に。うーん、なんか、 そうは思えないところがあるのでダーークフレームマスター特にやっぱりダークフレームマスターっていうのを多分昔から名乗ってたと思うからそれを知ってータのことをダークフレームマスターと認識して今に至る今の関係性に至るっていう風になってる可能性も十分高いじゃないですかおーいやー面白いなーなるほど思わぬところから来たなーでも 僕としてはね、やっぱり現実を見せ、見せるのはもう、後でもいいんじゃないかなっていう風に思うよね。特にやっぱり、りっかちゃん強い子じゃないからさ。やっぱり結構、メンタル的にも結構やっぱり弱めな子ではあるから、なんか、ぐい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 って強いるよりかは、なんかあんまりこう、やっぱり、放っておいてあげるのも一番いいのかなっていう風にも思うけど、なかなか難しいんだよな。現実を見ろっていうのはもちろんあると思うしね。前向いてほしいっていうのはもちろんあると思うから、 多分やっっぱりそこら辺の認識もちょっとずれてるん、だよね多分ゆうたと周りの家族でずれてるんだよね。多分明るかった頃のリッカちゃんを知ってるからこそ、マイナスな面で中二病をこじらせてると思っている可能性はあるわけですよね。おじいちゃん、おばあちゃんもそうだし、やっぱりとうかさんもそうだし、あとはお母さんか、お母さんもそうだし、そういう風にこじらせてるっていう風に思ってる可能性があるけど、ただ、やっぱりリッカちゃんのことを、こう、何ジャオウシンガンの頃のモードの部分しか見てないからこそ、ゆうたは寄り添ってあげたくなるわけだよね。 うん、マイナスなネガティブな中二病だと思ってないわけですよね誰しもが発症する中二病の一端っていうので一度かかっているからこそわかるっていうところではあるからなんか一概に否定してあげたいとも思わないわけですよね難しいところではあると思うやっぱり明るい状態をしてからああなったらちょっと大丈夫本当にっていう心配になるけどやっぱりある日突然こうなって暗くなって暗くなってっていう風になっていく暗い状態からこういう風に弾けたなんかマイナスからアッパーに変わったっていう風なこう 印象を見るとやっぱりこれでもいいんじゃないっていう風に思えるわけだよねなんかやっぱり出足なんかリっかちゃんのイメージがどっから中二病にずれたかっていうのでまた変わってくるわけですよね うん、いやー、なかなか難しいところではあると思うんだよな。やっぱり、やっぱり、ゆうたの認識してるリッカちゃんはベースが暗い人間だからこそ、やっぱり手を差し伸べてあげたくなるけど、どうなんだろうね。やっぱり、トウカさん的に、やっぱり、リッカちゃんって明るくていい子で優しくて活発な子だったとは思うんだよな。うん、お父さんの死がそこまで大きなダメージになってるっていうのも、多分認識しきってないんじゃないかなっていう風に思う。想像以上に多分、甚大なダメージを精神に受けてると思うんだよね。父親の死で。うん。 いやー、どうなんだろう父親との関係性も気になるし、うーん、受け入れたくない、受け入れたくないっていうので、まあ本当に避けてたわけだよね。まあ、ゆうたと一緒なら自分も現実を受け入れられるかもっていう思いでこう出てたと思うんだよ。若干ながら素が出てたしね、お姉ちゃんって言おうとしたりとか。うーん。ゆうたと一緒なら何とかなるかと思ったけど、ちょっとさすがに厳しそうですね。いやー、これはなかなか難しい問題に直面していますけれども、さあ、まあ次回お姉ちゃんと対面してどうなっていくのか、東カさん、 トーカさんもちょっと分かってあげてほしいけどなやっぱり僕の知らないリッカちゃんの顔知っちゃってるからこそなートーカさんも多分思うところはあると思うんですよねなかなか難しいと思うんですけれどもちょっと次回楽しみに見ていこうと思いますので一緒に楽しんでいきましょうなかなか難しいねハゼロリアル本当にそういう意味でハゼロリアルだったのかもしれないはいというわけで不可視境界線の向こうに行くことはできるのかお父さんの影を見ることはできるのか次回楽しみにしていきましょう以上中二病でも恋がしたい第7話でしたバイバイ